はい皆さんこんにちは。Facebook で考えるの五十嵐さんが紹介していたこのミュージッカーこれあの YouTube の概要欄にリンク貼っときますね。はい、でこれなんですけどこれめちゃめちゃ使えるので早速紹介していきたいと思います。でまず最初のこのツールを紹介しますか。でツールにピアノギターベースギターとかこういろいろあるんですけどでこれまあ Windows だとかまあ Chromebook それで使ってもいいんですけど、タッチパネルのクローンブックとか、例えば Windows だったら Surface で、または iPad で使うと非常に便利なので、早速やってみたいと思います。で、今、ここ Windows で開いてるんですけど、ちょっと iPad をここに持ってきますね。こちら iPad です。じゃあ Windows の方を消しちゃいますね。はい。こちら iPad の画面なんですけど、なんとこれタッチパネルできるから、はい、指で触れる。ピアノ。はい。 バーチャルピアノ。これ指で触ると。ほら、ちょっと拡大しますね。はい、拡大しました。で、これまあ音名を表示とか非表示とかこうできるんですよ。はい。で、例えば、マーク。マーク。例えば和音ね。例えば、ドットミットソ。はい。これを和音をしてくださいね、みたいな感じでやると、これで再生を押すと、ほら、和音ができる。ほら。 すごくないですかで乙女表示非表示もできるしこれあのめちゃめちゃこのピアノをねこう指導するのにいいですよね確かなんか小学校の時に自分ピアニカっていうなんか空気を送る送る装置 <laughs> 違う空気を送って鍵盤を鳴らす装置を買わされたんですけどあの重いやつあれもういらないいやもう今買ってないのかな小学校買ってます これがあればね、もういらないと。これすごいなはい。で、マーク消しても。いや、これ楽しい。はい。じゃあちょっと次やってみますか。で、次は、これ、ギター。これですね、ツールのギターね、これタップします。はい。で、バーチャルギターということで、これ、ギター全く知らないんですけど、これマークでできるのなんか。マーク。 マークしてやるとなんか一緒にで、きるんだでチューナーとかのチューナーって何わからない。で、サウンド。カントリーギターとかいろいろあるんですね。はい。まあ、とりあえずこれわかんないので、カントリーギターとかエレキギターとかできるんだお。はい。こんな感じでとりあえずギターができるということで、はい。じゃあ次やってみます。ベースギター。ベースギターは、 バーチャルベースギター。何が違うまあ太さが違うんですね、きっとね。ねなんか音が低いのかなはい、まあ。とりあえず、あの、分かる人はこれやってください。で、次、ドラムマシーン。これがね、結構面白いんですけど、これなんかドラムマシーンなんですよ。ほら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 。これで、例えば、えー、こんな風になんか適当にね、 こう入れて。ま、これで自分でできるとだからこれね。あの授業でドラムマシーンでこうテンポを取りつつで他のね。みんなで演奏するとかね。これできるんじゃないですかね。これすごいな。これちょっと色々やってみよう。これ全然わからないんだけど、まあ、適当にこんな風にやってみる。はいで。 いやなんかすごいなんかドラムやった気になるはいそれで,でスイングとかなんかあるんだおおんか聞いたことあるはいこれなんか90とかあるけどこれ何これを例えばん ?1000 とかしてみるこれ何1 0 0が最高か100最高 ?999 あできるこれなんだでこれでやると な感じですであとはあのメトロノームもねこうあるんで,で速さもねこれなんかすごいっすねあの音楽室であるいろんなね楽器がいらないねこれすごいっすねはいでこれこの他にもその他のということでこっちはその他ね例えば音楽用語とかはいまあこれテンポとかね 強弱法とかこんなのを説明してあって、はい、これねよく楽譜に書いてるやつ、まあ、例えばこれアダージョとかね、はい、緩やかにアレグレット中くらいに早くアレグレで早くと、まあ、こんなのも分かるということですねであとこれ音声ソングチャートこれ何これなんかクリックして再生 なんかこういういいやつつですねはい、これきっと役に立つんでしょうはい、まあ、こんなのがあると。で最後にこれこれ結構使いじゃな5000ではい5,000準で12段とかあるからこれはあれですねジャムボードと組み合わせるとすごくいいかもしんないちょっと Windows 戻りますね。 ちょっと Windows が再登場です。はい。で、5000で、例えば標準とか、これね。はい。で、これを、まあ、例えばこんなふうに拡大をして、これ使いたいと言ったならばね、まあこれスクリーンショットしてあげると。はい。こんなふうにスクリーンショットをしてあげて、はい。で、これで保存ができました。ジャムボードを使うと。ジャムボード。 でジャムボードで、これで新しく作ってあげて、はい。で、これ、背景を設定で、こっから、はい、参照で、はい、こちらですね。これで、はい、読み込んであげると、はい。お、これ、五千紙ができた。で、あとは、これをね、例えば生徒に共有してあげることによって、ここで、 リンクをしてる全員にしてでここのところで編集者にしてあげてこれをコピーをしてじゃちょっと iPad に送ってみますか iPad の方で開いてみます、ね、はいじゃ iPad で開いてみましたそうするとこれジャムボードで開くことによってこれ楽譜書けんじゃねえのほらほらアップルペンシルでちょっと書いてみますかこんな でここでペンでやってこれやるとお楽譜書けないこれこんな風におっすごいこれでみんなでこんな風に共有して楽譜も書けるんだこれではいでその他にもこれねギター用とかこういうね さまざまな例えば声楽用とかはいこういったさまざまな楽譜もあるのでいろいろ応用が効くんではないでしょうかはい、はい、今回はめちゃめちゃ使えるこのミュージックカというサイトの紹介でしたそれではまたじゃの